毎度おはようございます、サラです。祝日の朝です。おはようございます。今日から連休始まるんですね。木金土日、連休です。だからね、連休やからこそちょっとテンション低いな。だから連休やからこそできることを結構考えたんですよ。でそれの第1弾が白戸屋のシュークリームでございます。これもね、結構以前に視聴者さんからこう行ってみてくださいっていうコメントあったんですよ。なんかジャンボシュークリームのお店らしいんですけど、なんかもうバカでかジャンボシュークリーム、まあ僕普段ね、焼肉ビールとか中華ビールとかやって、いやなんかスイーツってどうなんやろうと思ってたんですけど、変化が大事じゃないですか、毎回言ってるけど。だから今日はちょっとシュークリームでも買ってみようと思って、でなんか予約したらそれ買えるらしいんですけど、もう超特大ジャンボ食えへん気がするんで、まあまああれば買いますけど、ちょっとあってあるやつちょっと買おうかなと思って、今あの8時半なんですけど、8時半からオープンらしいんで、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとテンション高くやっていきましょう。本日もよろしくお願いします。白戸屋ジャンボシュー、さあ行くぞ。はい、というわけで、あの朝からテンション低いのすいませんでした、すいませんでした。まあもう連休始まるし、こう YouTuber 魂に火がつく期間じゃないですか、この4連休なんて。だからこの朝一からなんか撮らねばっていう、なんか撮らねばならぬってい う, こうメラメラと湧いてきてるわけですよ、闘志がね。でこの祝日、このまあ連休期間にちょっと考えてるんは、まあ普段行けへんところの、ちょっと郊外の、というかまあ僕の家からは離れてるところの居酒屋さんとか行こうかなと思って、その電車でね、電車で行って、小名浜方面とか、泉方面とか、ちょっとそっち行きたいなと思って、だからちょっとそういうのも、ちょっと楽しみにしといてください。楽しみにしといてくださいっつって、僕がまたいわきめんどくさくなっていわきで飲んでたら、もうバットボタン総ツッコミ入れてくださいね。お前言ってたやんけ、言ってることでやってることちゃうぞっつって、はい、ツッコミ入れてください。まあこういうね、食べ飲み路線は変えずに、ちょっとこうあの膨らましていきたいなと思うんで、はい、また楽しんでいただければ幸いです。とりあえず取りに行きましょう。次番さん、白戸屋さん、あのひっそりと見えてる、ひっそりでもないけど、あそこが白戸屋さんですね。とりあえず行ってみたいと思います。これが白戸屋さんです。ティファニーブルーの壁白戸屋さんです。童話土に点、変換では出てこなかったです、土に点です。でこれが店内のショーケースのジャンボ臭各種ですね、すごないですか。もう普通のジャンボ臭でもでかい、で上は特大ジャンボ臭、真ん中中ジャンボ臭、全部ジャンボって名がつくんですね。であの端っこに鎮座したやつが超特大ジャンボ臭、やばでかかった。買いました、特大ジャンボ臭。いやこの、まあ、さっきパーッと撮らせてもらったんであれなんですけど、いや無理や、あんな超特大のあれは無理、もうおかしいもん。もう多分あれ5人前とか6人前とか、もうちょっとネタでやったらあかんやつやなと思って、ネタでやったらあかんやつって別に、いやネタでやんのがお前やろって感じなんですけど、いやあれね、いやビビった、正直ビビった。とりあえず帰ります、帰ろう。ライフスタイル、買ってきました、白戸屋のシュークリームと、なんかいろいろとサブ買いましたね。暑い、めちゃくちゃ暑い、ほんまに暑い、夏やな、マジで真夏です、真夏。よし、食べていくか。朝から何してんねんって感じだけど、朝からブリブリやっていきましょう。よいしょ、これが特大ジャンボシューですね。であとちょっと帰りコンビニ寄って、いや甘いのにはコーラやろと、やっぱコーラがいるなと思って、であとは祝日のスタートはもう朝日やろと、これはねドライクール、あの夏のやつですね、夏の朝日、やっぱ夏の朝日でしょ、祝日一発目は。であとは比較対象カスタードシュー、これでちょっと普通のシュークリームと比べて、まあ白戸屋さんにも普通のシュークリーム売ってたけど、普通のシュークリームなんかでかいんやな、だから
と普通臭買ってきました。であとは箸休め的なファミチキ、これでいきますよ。これでちょっと開けてみるか。マジでまだ朝ですから、まだ9時とかだからな。俺の朝ごはんですよ、朝ごはん朝ごはん特大臭オープンこれなんよな、超特大ジャンボ臭っていうのがこれやと思ったけど、これまだランク2ですからね。これ見てなんだこれ、これでどういうことな、これでランク2って。いやもう正直これが特大やろみたいな。だってこれの倍ぐらいありましたからね。マジでこのテーブルの4分の1ぐらい、4分の1言い過ぎか、うん、でもほんまにでかかった、とりあえずでかかった、めちゃくちゃでかかった、まあ、とりあえず飲むかとりあえず飲むか、なんかもう暑すぎてバテだから飲みます。ではでは、祝日仕事の方も祝日始まる方も、もう全員に、もう全ての全人類に乾杯。はあ、ありがとう。連休スタート。スタートっすね。始まりました連休。しびれる。ちょっとどうしよう。もうこのまま行くか。もう勢いで行くか。もう切るとか僕はしないっすよ。もう勢いで行こう。っていうか、これをサムネにしようと思って。そう、今回これをサムネに使おうと思ったんですよね。いい感じやろ。これでいい感じやろ。じゃあ、白田屋さんの特大ジャンボ臭、いただきます。特大ジャンボ臭か。え、超、え、そう、おでんのか。特大ジャンボ臭の上が多分、超特大ジャンボ臭やったと思う。とりあえず、いただきます。ここから行くか。まだ側ちょっと待って、まだ全然プリームにたどり着かない。カスタードクリーム入ってるのかな。普通のクリームだけですね。カスタードとか入ってないな。入ってんのかこれ。あ、入ってるわ。カスタードクリームも入ってますね。カスタードクリームと普通のあの何ホイップクリームと。美味しい、美味しい。なんか思ってたよりもそんなにしつこくない。まあ結構もう見た目はやばすぎるんやけどもう破壊力やばすぎるんやけど、なんか思ってたよりもそんなになんかしつこくないというか、食べやすい、食べやすくはないけど全然全然半端じゃないけど、小学生がこう切り分けて5、6人で楽しむやつやな。一人でおっさんが、いい年こいたおっさんがこんなしてイエーイってやるもんじゃないバカ。っていうか俺ミスったわ、マジでミスったことが1個あります。比較するとか全然比較してなかった、ミスったこれが一般のファミマのシュークリーム。何してんねんマジで。いやもう比較ならんな、どうやって比較してもいいかも分からへん、まあ、こんな感じですね。これが多分8個分10個分ぐらいのシュークリームかな、最初のやつはね。これで今で言ったら6個分ぐらいなんやけど、食べる前だったら多分8個10個分ぐらい。そうそう、とりあえずこれがまあ普通のサイズですね。でこれが特大、もうシュークリームじゃないもんこれ要塞、要塞。まあちょっとノーマルもちょっといただきます。うまいわこれカスタードシューやな。いやでもほんまに良かったんは、あの超特大2000って良かった、マジで良かった。いつもやったら浅はかな考えで勢いでいくけど、これ無理や。多分これあと2日かけて食べる系のやつやもん。箸休め、箸休め。Lチキ食っときます。Lチキじゃない、ファミチキ食べときます。いただきます。バッチゴリうまい。これもこれでいいんやけど、こいつが俺を待ってたよな、絶対に。これはもうちょっと、あの、連休かけて食べます。連休かけて、ゆっくり食べる。ずっとしておきます。ちょっとこう、話の話題性というか、こうトークのネタとして、いいんちゃいますかね。白戸屋食べたことあるみたいな。そういう意味でもやっぱり素晴らしいですよね。
そのコンセプトがしっかりしてるといいと思いますね。誰が言ってんねんって感じですけど、いやいいです、いいです。いわきの名物シュークリームとしても多分もうお前に言わんでも分かってるわっていう感じだと思うんですけど、このシアド屋さんのシュークリームぜひお買い求めください。一人で食べるなら普通サイズのやつでも多分1個でも腹パンパンになる、そういう大きいやつなんで、はい、そのそういう名を吟味して選んでください。というわけで本日は以上でございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。 Thank you to my video. See you next time. チャンネル登録よろしくお願いします。